ようこそ皆さん熊谷塾へお越しくださいましてありがとうございます。今からはですねちょっと現場を離れて、皆さんが釣り道具屋さんに行かれて一番大事な針、いわゆる魚をかけるものですね、この針がたくさんあるわけですよ。いろんな種類が、それをどういうふうにどのようにどのサイズを選んでくるか、そしてそれを自分で買って現場に持っていくか、ここが非常に皆さん悩まれるところだと思います。少しでも皆さんが釣り場のいわゆるヘラブナという魚を釣っていく上でどうやったら人よりも一匹でも多く釣れるのかということを考える、この一つのアドバイスとしてぜひ、よくですね見ていただいて、針、このことについてのノウハウを覚えてくださればと思っております。それでは水中の熊谷なりのイメージを今から説明をさせていただきます。絵がですね水面地底、そこに浮きが何個かこう立っている状態になっております。これはこちら側から、餌をつけて打ち込んだ、そのイメージが一番こちらの図です。よろしいですか。打ち込んだ時、重りが浮きからまっすぐのところに垂れた時、そして少しずつ針という重さ、つまり針という重りですね、重さのあるもの、これが加わったのが3番目、そして完全に、浮きと針がまっすぐになった状態がの4番目というふうな図がここに書いてあります。この4つのプロセスを今から説明をしていきます。先ほどの、状態をよく思い出しながら、もう一度この図を見てください。一番こちらに書いてあるのは浮きが水面にまっすぐ立ちました。これは浮きと水中の中の重りがまっすぐになってるから浮きが立ったわけです。ここで万が一浮きが立たずに寝てしまった、浮きが立つ立たないは餌でもありません、当然弊社の針でもありません。重りで浮きは立つんです。ですから浮きが立たないのに一生懸命他のこと、つまり重りより下の部分、この部分を一生懸命やっても浮きは立ちません。もっともっと重りをたくさん背負う大きな浮き、もしくは太い浮き、こういう浮きに変えることがまず一つやることです。2番目の図は重りまでがまっすぐになりました、つまりその日に最低限必要な、重りの量が十分ある、だからこそ浮きがまっすぐ立ったわけです。さあ立ち上がりました。立ち上がったら今度はこの浮きを隣の図のように、少し潜らしていく動作、こうなると今度は重りの量ではなくて重りから下、つまり、餌まで針まで、ここまでの距離と重さが加わってきます。ただしここへ来るまでの間には重りという重さが勢いよく沈んでいきますので、当然重りから下のこの部分、この部分、こういうところが勢いがついてるんですね。勢いがついてる中でもさらに針の重さ、餌の重さ、こういうもので下へ潜ろう潜ろうという動作があります。この時にこのブルーの線よく見てください。上に盛り上がっています。糸というのは沈むもんではありません。ですから必ず重りより下にあるもので一番重たいものは針か餌なんです。これが一番重たい、つまり糸は糸自体の重さがあるわけではないので、こういう形で潜っていくということを覚えてください。そうするとこの潜らすために今回針が大事なんだよっていうことを皆さんにお伝えする一つのポイントとして、餌の中にある針というこの重さが非常に大事になってきます。またこの針というものが非常にこの動作を左右させるということです。つまり大きくて軸が太くて重たい針を使えば、餌を重たくしてさらに針を重たくすれば当然落ちていく速度は
早くなります。ところが餌は重いんだけど、針を軽くすることによって餌の重さというのを針がブレーキをかけてくれるから、ゆっくり落ちていく動作っていうのもできるわけです。そうなると針というのは非常に大事、隠れてる中にあるもの、これが非常に大事なわけです。これを今から説明をしていきましょう。はい、それでは釣り方に、釣り方別にですね、説明をしていきます。まず、浅い棚、つまり水面から1メートル、1メーター50、これぐらいの、できれば水面に近い状態の浅い棚、こういうのを狙う時のイメージです。今僕ここに針を並べました。これは重さの順番になってます。つまり一番上にあるダンゴマスターという針、一番下にある角マルチという針、これは重さがダンゴマスターの方が軽くて、次に軽いのがアスカで、その次に軽いのが角マルチと、こういう順番に今ここ並んでます。浅い棚を狙うときに大体この3種類を用意されてれば十分です。特に、浅い棚の最盛期の釣り、夏の釣りですね、両方とも食わせて、寄せながら食わせて釣っちゃえというふうに欲張りの釣り、両団子の釣りですね、こういう時などはやはりこの3種類を持ってられれば十分どこの池に行っても対応できると思います。スタートはどこから行くかというと、この真ん中のラインですね。この真ん中のライン、僕が今用意していつも使っているのは5号から8号です。それの真ん中、6号7号あたりからスタートしていきます。この目安を決めるのには、皆さんが釣行に行かれる、釣りに行かれる釣り場の魚の大きさ、これによって針の大きさも変えていきます。食いが悪い、食いがいいというのは後からの判断です。ですからスタートはまず行かれるところの魚、例えば8寸ぐらいのヘラなのか、尺ぐらいのヘラなのか、それとも35センチ40センチを超えるようなヘラなのか、こういう狙うヘラによって、針の大きさを変えていきます。通常ですと6号7号、今日のところは大きいよと思ったら7号からスタートしてください。今度行くとこはちょっと小さいけど数が釣れるんだよなっていう時には6号からスタートされるといいと思います。そして現場について、あ、そうだ、6号からスタートしろとか、6号からスタートした、なんだよ、ずいぶん魚がすごいたくさん寄ってきちゃった、つまり先ほど説明した浮きは立つんだけれども浮きが潜っていかない、行ってみて魚の活性は実際に餌を打ってみて初めて分かることが 100% です。その時点で、あ、これは浮きが馴染まないんだから針を大きくしていかなきゃいけないんだなっていうことを、先ほどの図でイメージをもう一度振り返ってください。そうすることによって6号のまんま何とかしようじゃなくて、そこで7号に変えることによって皆さんは1匹でも多く魚を釣ることができると思います。ですから8号も必要な時は多々あります。じゃあ今日は魚が大きいとこ行くから7号からスタートしよう、当然やってみなければわからないって先ほど言ったように、今日は昨日までは釣れてたんだけど今日は釣れないぞっていうような時もあります。そこで針を6号、5号と落とすことによって魚の食いの悪さをカバーしていくわけです。でそれでもまだ今日は、いや5号にしたけど全然、2つの餌をつけたんじゃ、団子餌つけたんじゃ予備じゃないよ、こういう時には団子餌ではなくてセット用、つまり食わせ専用の餌をつけなくてはなりません。その時には僕の今こちら側にある食わせマスターという針があります。この針も5号、いわゆる5つの号数、1号から5号まで用意をしてるんですけども、これも真ん中から、イメージとしては真ん中からで、食いが渋いんだから大きい方に行くんじゃなくて当然小さい方へ進んでいくわけです。そういうふうに必ず釣りを水中の中をイメージして
あ、渋いんだから、あ、今日は活性がいいんだから、よく浮きが動くんだから、全然動かないんだからっていうイメージで針を小さくする、軽くする、こういうイメージを常に持っていただければ、1時間に1匹の差かもしれません。でも10時間やったら10個の差になるわけです。その1匹でも多くするためにこういうふうにアイテムがたくさんあるっていうことです。今は僕は縦のラインを説明しました。横のラインも一緒です。真ん中からスタートするんですから、アスカという針が両団子の餌には向いてます。ちょうど中間的な重さですよ。でもその針で同じ号数でも重さが違うので、銘柄を変えるだけで重さが変わってきますから、号数を変えなくても大丈夫なことも多々あります。つまり縦のライン、横のライン、斜めのライン、こういうのもこの正方形の中のこの3種類には詰まってるってことです。この一番真ん中のとこからスタートしましたね。杭がいいからこっちへ行くのか、こっちへ行くのか、真ん中からスタートしました。杭が悪いからこっちへ行くのか、こっちへ行くのか、これは皆さんがその日の杭に合わせて針を変えていけば、必ず浮きっていうのは動いてくるものなんです。それでも杭が悪い時には、先ほども言ったこちらの針、クワセマスターという針です。この針にクワセエサーをつけることによって、魚を寄せるもの、食わせるものという分ける、つまりセットの釣りというものに変更になってきます。この針というアイテムは皆さんこれだけの種類でいいです。ぜひ用意していただいて現場の方に向かっていただければ、最盛期の釣りは間違いなく釣れると思います。はい、それでは次に提灯、深中釣りですね、竿いっぱいの釣り方、いわゆる一番魚が警戒心が薄れている桟橋の際、足元ですね、一番休んでるところ、そして魚の隠れ場所、こういうところになるべく近く寄としてその食いのいい魚を狙っていく提灯釣り。また水深が5メーターも6メーターもあるようなところで、水圧を感じながら4メーター5メーターのラインでずっと待機している、つまり体力のある元気のいい魚、こういうのを狙っていく、いわゆる深中釣り、提灯釣りというのもあります。これも巴餌の両団子とセット釣り、針の号数に関しては、今ここに並んでいる、通りの針です。一つだけ朝棚と違うのは、片方は朝棚です。つまり水面から1メートル、1メーター50ぐらい、この辺のラインを狙うときには、この赤い部分、重りの量がそんなに、たくさんいりません。最低限必要なだけです。ところが3メーターのところに落とすためには、それなりに重さがないと3メートルの間にはものすごく魚が多いわけです。単純に計算して1メートルのところの層のラインと3メートルのところまでのラインでは3倍、2倍違う魚の量、そのラインを突破していかなきゃならないんです。突破していくってことは、それなりに重りが重たくなければ突破できません。突破しなければ浮き場立たないから、突破できないんで、突破するために重さをつけました。重さをつけたら当然水の中で潜っていく速度は速いんですか遅いんですかと言ったら速いですよね、重たいですから。その速いものにくっついていかなきゃいけないです。餌と針が引っ張られて、この速度に耐えられるぐらいの餌持ちを針は考えなくてはいけません。吸い込む吸い込まないは後です。まずそこまで届けるってことです、自分の餌を。これが大事。そうすると、先ほど朝棚は6号7号真ん中のラインを取ってくださいよっていうふうに言いましたけど、提灯の場合には逆です。大きい針、8号からスタートしていってください。これが3メーターで杭が悪いから、でも4メーターだったら杭がいいかもしれないです。5メーターだともっと杭がいいかもしれないです。
逆に2メーターぐらいの方がいい時もあります。そのラインを狙っていくのに竿で深さを調整するのが提灯釣りなんです。針の大きさは竿の長さを変えるだけなんで、8号でしっかりとした落ちていく速度を考えると、小さい針だと途中でみんな抜けちゃいます。スピードに負けてこうやってね、餌だけが抜けちゃって餌だけ置いてきぼりになっちゃう。で仕掛けだけが下に入っている。でこういう風になる確率は非常に高いです。ですからこの距離があるので大きめの針8号からスタートされるのが無難かな。いや僕は餌付けがあんまりうまくないよ、私は両手でこうやってやらなきゃ餌がつけれないんだよ、こういう方たくさんおられると思います。うまくないんだよなっていう方、別に8号じゃなくてもいいですよ。もっと大きい号数、例えばアスカなんていうのは9号まであります。10号、11号、12号とあります。これが9号だからダメだってことはありません。ご自分が餌をつけるそのつけ方具合によって随分変わるのもこの針の特徴です。で万が一いつもだったらガンガン動くのにな、動かないな、今日は動きが悪いな、そしたら一つ号数を8号から7号へ落としてみましょう。そうすると落ちていく速度が変わります。8号の方が重たいですからこういうふうになる。これだけでも全然浮きに出てくる魚の反応というのは違います。早いものがいい時もあればゆっくりなものがいい時があります。そのゆっくりな方にしなきゃいけないので号数を変えてください。そしてだいたい5号ぐらい、これより小さい針をつけて6メーターぐらいまで、4メーター50まで餌を持たせるためには相当難しいです。ぐち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 絶対に溶けないようにしなければこんなちっちゃい針じゃ持たないです。そういう難しい釣りは選択せずに竿の長さを変えてやっていかれれば十分かなと思います。何も横のラインだけではありません、斜めのラインも全然ありです。ですからこれだけの針を集めておけば浅棚も提灯も両方できるわけです。メインはやはりこのライン、そして提灯が好きな方はどちらかというとこっちのライン、浅棚好きな方っていうのはどっちかって言ったらこういうライン、そういうふうにこの針の中でも分かれていきます。ただそこには何度も言うようですけども、当日行ってみなければわからない魚の活性というのがあります。それがどうなってるかっていうのは餌を打って初めてわかることなので、現場でしかわからないことだから準備をしておくことは大切ですね。そして提灯もやはり共餌されためであればセット釣りになります。セット釣りの時もこの針を選択しています。浅棚は真ん中から行け、これも真ん中から行って結構です。ただし杭が、悪ければ小さい方へ、ところが水深がありますから、水深がある分餌が持ちが悪かったら大きい方へ移行していく、これも大事な一つのアイテムです。現場に行った時になきゃ困るんです。ですからポーチの中に入れといていただければ現場でいつでも対応できますから、ぜひこういうアイテムを用意されてはいかがでしょうか。